すごくいける方法だと思うんですけれども、最近本当に感じているのが、英語をもう習得されているとか、例えば海外経験者、1年カナダに行っていましたとか、帰国子女ですとか、短期留学をした経験がありますとか、何かしらこう英語に今まで関わってきている方の親御さん、関わってきているお母さん方が同意してくださる、共感してくださる方が本当に増えてきたなと最近感じていまして、おそらくそういう方だからこそわかるのかな、英語ってそんなに簡単なものじゃないよねって、やっぱりしっかりした土台を育てるためにはしっかりとした取り組みが必要で、それを本当に時間をかけてやらないと、英語ってそんなに簡単に喋れるようになるものじゃないよねっていうのを理解してくださったのかなと思っています。でそれをまあ共感してくださって、じゃあそういう方法をすごくいいなって試してくださる方が本当に出始めているんですよね。本当にね、ありがたいことに、最初はね、本当に我が子ができるようになるのかなって不安に思われる方本当に多いと思うんです、思うというか多いんですけど、そこを覚悟してよし頑張ろうって、踏み込まれた方っていうのは本当に、やってよかったなっていうのを途中で言われるので、よかったなって私も思っています。はい、これはね、どの環境でもできると思っていて、ご自宅の、お母さんがご家庭で、やることもできるので、ぜひね試してほしいなと思います。フォニックスもね、以前は何ですかね、英語の教材だけだったんですけれども、例えば、こういうね英語、全部英語でちょっとこう書かれている、こう見せたらこういう感じで英語でね、全部書かれている要書と呼ばれているものバージョンしかなかったんですけれども、今日本語バージョンで、山下先生が、フォニックスの本を出してくださってますので、そういうものを見てですね、こう試してみる、一緒にこう学ぶという意識でですね、英語が苦手なお母さんも英語が、喋れるとか英語経験が豊富な方でも、どんな方でもですね、お母さんもそうですし、お子さんもどんなお子さんでもですね、英語経験がすごく豊富な、プリスクールに通っている子もそうだし、家でちょっとだけこういう音の環境を作ってきたっていう子でも挑戦できるルートだと思うので、コツコツですね、ポイントはコツコツ、このルートでやっていくことで、これはね日本が変わるんじゃないかなと思っています。もしこういうねお子さんが本当に増えていくと、私ちょっともうこれ最後にしようと思いますけど、今こういう感じで読める子って身の回りにいますか？4歳5歳で英語が普通にスラスラ読めるようなお子さんってなかなかいらっしゃらないと思うんですけれども、これ10年後は変わっていると思っていて、今はすごく英語の能力に長けてほしい、英語熱のあるお母様方に受け入れてくださって、共感してくださって、こういうことをされてる方っていうのはいらっしゃるんですけれども、10年後はもしかするともうこれ当たり前で、もはやちょっと
もうどご家庭ではちょっとどうにもならないので、どうにか助けてくださいっていう、お母さんたちにやっているような気もしています。わかります？この違い、あの英語の、教育のレベル基準がぐっと上がってるっていうことですね。10年後はもしかするとそういう未来になっているかもしれません。